はい、皆さんこんにちは。3月12日土曜日ですけれども、先日もお話しましたように4月7日、がですね、162試合、まあ、全ての試合が行われる、まあ、開幕の日は4月7日でございます。アストン、ヒューストンアストロズとの試合で大谷翔平が開幕の投手でございます。はい、ということで今日もアバン市カリフォルニア州アメリカからお送りいたします。コーチアレックスでございます。今日もお付き合いくださいませ。さて、大谷さんのですね、ショー22が発売までが23日です。そしてこれも合ってますね、オープニングデーが18日で発表されます。これはちょっと違いましたね、この間の話。これ発表、とにかく18日です。18日後にはでもその前にオープニングで、オープニングじゃなくてオープン戦ね、こちらではトレーニングと言いますかね、それいずれにしてもベースボールイズバーク、野球が戻ってきております。はい、でですね、春季トレーニングのゲームをちょっと発表、お知らせいたします。今度の金曜日にですね、18日にアスレチックと試合があります。スプリングトレーニングで、ホーホーカムスタジアムというところで、メサアリゾナですね、その次が19日がですね、相手が、D-backs、 その次はシアトルマリナーズ、まあ、こうやってこう全部あります。そして、ロイヤルズということで、水曜日にはサンディエゴパドレス、ここはもうね、まさかこの辺で大谷さんが投げて、また一時ぐーっとこう言って、サンディエゴパドレスでね、ユーダルビッシュと一緒に相手に投げるのかどうか知らないんですけど。そしてですね、24日カブス、26日ですね、ディバックス、そして、こちらは26日はソックス、27日はジャイアンツ、28日はアスレティックス、まあこういう感じになってます。で、最後のはこれですね、2日、この最後の方にはですね、LA ドジャースと2つ試合やりますね。はい、それ以外にはまあ、これ3つですね、1、2、3、すごいですね、これ。まあそういう感じになっておりますけど、まあ近づいたらまた詳しいことを皆さんにお知らせしたいと思っておりますけども、一応まあ、スプリングトレーニング、一番最初のゲームは18日ですね。今日は、そうですね、12日なので、もうそろそろ来週ですね、来週でも楽しみですね。今スプリングトレーニングでみんな忙しいそうでございます。はい、ということでございますんでね。はい、そしてこちらでございます。こちらもですね、大谷翔平のエンジェルスはアストロズ戦で開幕、ダルビッシュ有のパドレスは、ダイヤモンドバックスに対戦ということで、まあちょっと情報がね、日本人の情報が来ておりますけど、これをちょっと行きましょう。A 大リーグで日本選手が所属する球団はいずれも4月7日、日本時間8日に開幕を迎え、メジャー5年目で初の開幕投手の期待がかかる大谷翔平のエンゼルスは、本拠地で同じアリーグ西地区のアストロズと対戦する。ダルビッシュ有のパドレスは敵地でダイヤモンドバックスとぶつかる。秋山翔吾のレッツは昨年のワールドシリーズを制したブレーブスと、筒香嘉智のパイレーツはカージナルスと顔を合わせる。沢村博一のレッドソックスはヤンキースと対戦。右肘手術で開幕に間に合わない前田健太のツインズは、マリナーズと顔を合わせる。面白いですね。対戦する、顔合わせる、シリーズやる、敵地でやる、面白いですね、これはね。まあ、ということで、他の日本人もいらっしゃるんですけど、一応、まあ、とりあえず、日本の方ではこれを取り上げたということで、みんな無事にスタートして頑張ってほしいものでございます。もうね、ロックアウトが終わったんで、まあ、野球、野球、野球、ベースボール is back! という感じでございますけどね。続きましては、これでございます。はい、大谷翔平とトラウトが、今季 MVP 予想ですから1位なんだって。オッズはですね、5.5 倍
3位にグレロが、まあ、なると、そういう予想ですからね。これはねブックメーカーというところが、アメリカのブックメーカーが情報を出してるんですけど、ちょっと大谷翔平とトラウトが今季 MVP 予想1位、オッズ 5.5 倍、3位にゲレロ、米ブックメーカー。そうですか。はい、どうぞ。じゃあもうちょっと上位いきましょう。はい、どうぞお願いします。米スポーツブックメーカーが今季MVP レースなどのオッズを発表し、エンゼルス大谷翔平投手27は同僚のマイク・トラウト外野手30と並んで MVP で下馬評1位のオッズ 5.5 倍となった。11日付のブックメーカー情報サイトオッズチェッカーによると、ア・リーグは大谷とトラウトが1位。3位は昨季の本塁打王でブルージェイズのウラジミール・ゲレロ内野手22で 8.0 倍。4位が昨季レイズでデビューしたスーパールーキーのワンダー・フランコ内野手21で 17.0 倍。5位がヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手29で 21.0 倍。ナショナルリーグの MVP はナショナルズのフアン・ソト外野手23がオッズ 4.5 倍で1位予想となっている。記事は、トラウトが体調万全となり投手陣も強化。エンゼルスがペナント争いに加わり怪我人が出なければ、大谷が MVP に輝く可能性もあれば、トラウトもある、と解説した。まあ、こうなったらですね、とにかく失礼ですが、大谷さんにやっぱり MVP を取ってもらいたいなと我々も応援いたしますので、大谷さん頑張ってくださいね。もちろんあのトラウトも頑張ってほしいですね。やっぱりあのプレーオフにやっぱりね、あのなんとか入ってほしいものでございますんでね。はい、じゃあ続きます。これはまだ大谷さんのかっこいい写真でございますけどね。2022年にエンジェルスが、正面する5つの質問ですね。まあ、あの大谷、エンジェルスがですね、あの5つの質問になってるでございます。何でしょう。はい、どうぞ。春季トレーニングが間近に迫った今、エンジェルスは2014年以来初めてポストシーズンに戻ることに焦点を当てています。大谷翔平は2021年にアメリカンリーグ MVP の栄誉を勝ち取った素晴らしいシーズンを過ごしましたが、エンゼルスはマイク・トラウトやアンソニー・レンドンなどのスターの負傷に対処し、ポストシーズンを作るためのピッチングをしていませんでした。このオフシーズンにピッチングスタッフを改善するためのいくつかの動きがあり、開幕日の前に名簿を改善する時間はまだあります。はい。そしてここにね、5つの質問なんですけど、まずはこれからいきましょうかね。はい、何でしょう。2022年シーズンに向けたエンジェルの5つの質問を見てみましょう。はい。1、エンゼルスはローテーションにさらに追加しますか？エンゼルスは、ノア・シンダーガードとマイケル・ローレンゼンがローテーションに参加するための1年間の契約に署名しましたが、どちらもある程度のリスクを伴います。シンダーガードは過去2年間でビッグリーグレベルでわずか2イニングを投げましたが、ローレンゼンはスターターよりもリリーフとして優れており、過去3年間でわずか2回のスタートを切っています。シンダーガードとローレンゼンは、大谷と左利きのホセス・アレスとパトリック・サンドバルを含むローテーションに参加します。ハロスは2022年に再び6人のローテーションを行うため、別のスターターを追加することを検討できます。左利きのカルロス・ロドンは、フリーエージェントである程度意味があるかもしれません。あるいは彼らは交易路に行くことができました。社内オプションには、ハイメ・バリア、リード・デトマーズ、グリフィン・カニング、ジャンソン・ジャンクが含まれます。はい。
続きましてこちらです。彼らは遊撃手の状況をどのように処理しますか？エンジェルは遊撃手である程度の深さを持っていますが、日常の役割の経験を持つプレイヤーが不足しています。ルイス・レンヒホがこの仕事のお気に入りであると考えていますが、他にもアンドリュー・ベラスケス、タイラー・ウェード、ジャック・メイフィールドがいます。ブレンドン・デイビスは、トリプル A を含む3つのレベルにわたるブレイクアウトの年の後、オフシーズンに40人の名簿に追加されました。しかし、カルロス・コレアやトレバー・ストーリーなど、フリーエージェントを介して利用できるいくつかの有名人がまだいます。ハロスがそのような動きをするのを見るのは驚きですが、2年前にピッチングに費やす代わりにレンドンに署名した時も驚きでした。まあそうですね。要するにピッチングをなんとか許可してほしいっていうことなんですね。はい、続きましてどうぞ。ブルペンはどのように揺れますか？エンジェルスは、ライセル・イグレシアスを5800万ドル相当の4年間の契約に再署名した時に、このオフシーズンに男を手に入れました。彼らは近くに明確な社内ソリューションを持っていませんでした。そして今、彼らは数年間ロックされたゲームで最高の一つを持っています。しかし、ベテランの左利きのアーロン・ループと2年間の契約を結んだ後でも、ブルペンの残りの部分がどのように見えるかはまだはっきりしていません。マイク・メイヤーズ、オースティン・ウォーレン、アンドリュー・ワンツ、ホセキ・ハーダがそのミックスに加わっています。ハロスはまた、ダニエル・ポンセ・デ・レオンとカイル・バラクローでマイナーリーグに署名しましたが、シーズンが始まる前にブルペンに追加することができました。なんだろうね。4、外野でトラウトと一緒にプレーするのは誰ですか？左翼手ジャスティン・アップトンはここ数シーズン苦戦しているが、彼の契約の最後の年には2022年に2800万ドルを稼ぐだろう。完全な非貿易条項があるので、彼が動かされる可能性は低いので、彼は左翼手でミックスに残ります。エンゼルスはまた、昨年メジャーでブランドン・マーシュとジョー・アデルの元トッププロスペクトの成長を見ました。そして彼らは両方とも十分なプレー時間を得ると考えています。アプトンは、特にテイラー・ワードが外野の深さを追加することで、ベンチの役割に追いやられる可能性が高いようです。ハロスがマーシュまたはアデルにピッチングを行う可能性はまだありますが、まだメジャーに到達していない見込み客と取引する可能性が高くなります。はい、ということでございますね。はい、じゃあ、こんな感じの3号、最後どう？コーチングスタッフはどのようになりますか？エンジェルスはこのオフシーズンにコーチスタッフにいくつかの変更を加えましたが、2022年のコーチスタッフを正式に設定していません。一つの問題は、クラブがアダム・イートンと一流のコーチになることについて話したかったのですができませんでした。彼はまだアクティブなプレイヤーとみなされていたため、ロックアウト中に、彼らはコーチングスタッフにフィル・ネビン、ベンジー・ギル、ウィル・ハゼルマンを雇い、レーモン・ゴメリーをフロントオフィスの役割からベンチコーチに移しました。彼らはまだネビン、ギル、ハセルマンの役割を発表していません。はい、ということでね、まあ、問題なければ、私ね、こういう感じだと思うんですね、トレードがなければね。1番手には、ブラッシュ、ブランド・マーシュが来て、2番手は、ショウヘイ・オータニが来て、3番手はマイク・トラウト。4番手にはね、ジェラルド・ワルシュかアントニー、この2人はね、ちょっと行ったり来たりすると思うんだけど、まあ多分このような感じだと思うんですね。そしてキャッチャーが6番、マックス・スタッシが6番入って、ジョー・アデルが7番、
デイビッド・フレイチャーが8番。そして、これ、ニューヨークから取りました、タイラー・ウェッド。彼、足が速いと言われて9番。9番と1番につながるから、まあ、これんだけど、まあ、その間に誰かが入ってきて変わることもあるかもしれないんですけど、今のところはこんな感じでございますね。そしてね、なんか、ブルージェイズが、左利きの菊池さんを3年契約でも取りましたという話が出ておりまして、どんな感じですかね。ブルージェイズは先発投手菊池雄星との3年間の3600万ドルの契約に合意しました、うん、情報筋は確認し、トロントに野球で最も深いローテーションの一つを与えました、うん、MLB ネットワークインサイダーのジョン・ヘイマンによって最初に報告されたこの取引は、クラブによってまだ正式に発表されていません。木曜日にロックアウトが解除されて以来、菊池の追加はブルージェイズの最初の大きな動きとなるでしょう。そうですよね。そして、まあ、ちょっと菊池雄星さんのちょっとビデオも出てましたので、ちょっと。Things are getting crazy in baseball right now. The Toronto Blue Jays just made a pretty big signing out of free agency. Yusei Kikuchi has officially signed with the Toronto Blue Jays 3 years for $36 million, and he actually declined an option for $13 million.From Seattle. The Toronto Blue Jays add him, and their rotation has gotten even nastier. Kevin Guzman, Jose Berrios, Jen Ryu, Alex Manoa, and now Yusei Kikuchi. I mean, that rotation is pretty stacked. And if you think about it, the Mariners and the Blue Jays kind of traded their best pitchers. Robbie Ray went over to Seattle in free agency before the lockout, and now Yusei Kikuchi is coming over to Toronto. Not to mention, they also got Kevin Guzman from the Giants. I feel like the last thing that the Toronto Blue Jays really need is a really good bat. And I'm thinking Chris Bryant is a guy. I think he's going to go over to the Blue Jays. And I think this Blue Jays team has a really good team that could really contend for the postseason. Not to mention, Vladdy Jr. coming off a MVP caliber season is going to bounce back and look to win MVP this year. And, I mean, he's only going to get better. So, that... はい、ということでね、菊池雄星さんも頑張ってほしいものでございます。ということで、今日本日のおさらいでございます。まずは大谷翔平の賞の22の、あれがですね、賞が23日後に発売されます。23日に発売されます。そして、オープニングデーは18日なんですが、まあもうね、昨日からも話しまって、Baseball is back! って感じで、一番最初のゲームはエンジェルス対オークランドエイズ。まあ、これはスプリングトレーニングですね。ですから、まだ正式なゲームじゃないんですけど、正式なゲームの前にスプリングトレーニングゲームといいますかね。これはその正式のあれには数えられませんけど、まあ、オープン戦といいますかね。実際のあれで、まあ、この辺で全部出ております。19日は D バックス。で20日にはマリナーズ、21日はロイヤルズ、22日はロッキーズ、まあ、こうやってね、全部出させていただきました。そして、こちらですけれども、まあ、大谷さんは開幕なんですけど、それ以外に人たちも敵地のあれで、まあ、開幕来たり、それいろんな人と、まあですね、ダルビッシュさんもやってますし、秋山翔吾さん。それから筒香さん、前田さん、まだね、あれが、あれしてないんですけど、腕の方ははっきり、まだ 100% になってないんだけど、まあ、出てくるでしょう。で、沢村さんも、ボストン・レッドソックスで、相手がヤンキーズだそうでございます。そしてこちらは、大谷さんとトラウトがですね、MVP の1位に、もうとにかく1位じゃないかという頃に、選ばれておりまして、まあ、大谷さんが MVP 取ってもおかしくない、そしてから、マイク・トラウト取ってもおかしくないということを言ってるんですけど、多分3位にはグレーローが行くんじゃないかな。ただし、みんなが健康で問題なくやれればという話ですからね。
頑張ってほしいものでございます。そして、これですね、ガレロが3位、この方ですね。でこのブルージェイズにあの菊池雄星さんが入って、女王が入ってきてますけど、その前に、大谷さんがですね、エンジェルスには、まあ、5つの質問があって、どうなってんですかといろいろ、まあ、先ほどお話ししましたけど、そういう質問もありましたね。そして私の流れとしましては、ブランドン・マッシュと大谷翔平が2番手、まあ、こういう感じも皆さんに紹介いたしましたよね。そして菊池雄星さんももうあの決まりました。ということで、本日も見ていただきましてありがとうございました。まあ、あのもうそろそろ野球に近づいてきてますね。18日が最初のスプリングトレーニングのゲームでございます。はい、こうなるといいですね。大谷さんがもう MVP 取ったらもう最高ですよね。はい、ということで本日も見ていただきましてありがとうございました。僕のチャンネルの登録も忘れずにお願いいたします。ご協力のほど。それでは See you later alligator See you later alligator それでは皆様後ほどお目にかかります。ありがとうございました。